ちゅうことで、そっちのウォルニールをあっさりはい。激化しまして、倒しました。なんか、呪術書が手に入ったと。そう、オルニールのソウル手に入ったと同時に、なんか紫色の呪術書が手に入りまして、なんていうの？はい、これ？それ、おお、とっとっ呪と。術書ってどこだ？インベントリ、貴重品。ああ、なんていうの？墓守の呪術書、本あ当れ？に入っああ、あてるます。わ。俺もあるわ。あれ？ある。あれ？これいつ撮った？さっき撮った今、の？さっき撮ったのかな？俺も。じゃあさっき撮ったんで、報告えするまでもね、そういえばえ。見たことあったわ、これ。あれ？俺、なんか全然見落としてたしたら。あ、カーサスの葉をウォルニールが深淵に落ちて、後？呪術師は墓守となり黒い炎を見出したという。じゃあこれ、おっさんに渡せばいいんだ。そしたら、そしたら、深淵の、魔法っていうか、魔法じゃ呪術か。まあ、一周目俺はその人に渡してないけどね。あれ？イルシールって、そうか、この小さな人形がなければ入れないんだっけか。あれ？それをさっき言おうとしてたんだよね、そういえば。これってどこでもらったんだっけ？若い騎士見習いをかたどった小さな銀の人形。誰からもらったんだっけ？サリバーンで倒したっけ？まだ倒してないよね。あれ？サリバーンは、イルシールのボスですな。で、確かこの小さな人形、俺の記憶が間違ってなければ、あれじゃないかな。あれ？司教たちは違ったっけ？いや、全く覚えてないな。まあ蝶いいや。の盗賊メモ。あるからいまあいいらん。やとか。ちょっと一回だけ、小さな。一応ね、倒したボスと手に入ったアイテムメモってるんだよね。豆だな。いや、合ってた。正式の小教会で深みの司教たちを倒すと、小さな人形と深みの司教たちのソウルが手に入はあ、大したもんだな。ると。はい、まず行くぞ、ヘバ。では入りまして入って、て、サインコードどこでサイン鍵。は、まあ、多分、ボワーン5かな。じゃあ、階段をスタコラ、階ソ段コ上ラ、り、スタコラ、スタコラ行きまして、はい、ボワーン。なんただ？かがり火があります。イルシール、まだ、かがりかかっちまゃいましょうー。か。あれ、もしかしたら、あれじゃない、結界通った後じゃねえかな、ああ、違そううかかな。な。まず今かかって、なんただ？階段かのかっ下を降りまて、して、階段の下降りまして、ダメや。ダメ。ああ、じゃあ、中出がわんわん。あれ、出ながんて呼んでわんわん。たっけな、あれ。これどっから、後ろ前？後ろ？リザード君は、後ろから来るんじゃなかったっけ？後ろ？半分ぐらいまで、ああ、来橋た、の後ろ半来分ぐらいまた。で行くと、来た。後ろにドーンって来て追っかけられるから、ああ。急げと。おーらー、あ、食われた。ええー。おー、死ぬ。あっぶ、あっ、あ、倒そうとしてるもん、それ。ちょ、今走ってる。危ない。よかった。バイバーイ。これでも俺初見の時倒したよ。あ、食われいてきる。なり？また食われてる。食われてるって言われてる。あんぶないから。消えた。ええー。これなんかコンビニのさ、自動ドア開くとこと開かないとこの境界線をさ、こうさまよう感じ。おお、ガオン。あ、こうなるの？あ、俺、こうなるの知らなかった。じゃあなる前に、通る前に倒したってこと？あ、消えた。消えた。すげえな。消えるんだ。消えます。ただ、もう一回行くとまた出てくると思うよ、確か。このアイテムじゃ取ろうかな。コッペンえ？帰れと。あ、機関のコッペン入手できませんでした。だからもで、し小さな人形持ってないで来ちゃった人は、こなこるほまどでね。よと。で、ここのじゃ、かがり火かかりまして、で、出せる？
あ、出せますね。あ、じゃあ出してちょうだい。はい。んじゃあ、真ん中の噴水かな？噴水あったところっぽいところに。近くに。あ、また10個に戻ってる。お邪魔しやめれへえ、ここではそうなるんだ。これなんかさ、またさっきこの間使って急に減ったはずなのに、うん、おかしいな。白枝、うん、白枝でまた10に戻ってて今使って9になった。なんでだ、拾ったっけ。拾ってないと思うんだけど、わかんない。バレなければもう一回使えると思う。はい、でそのまま行くの君は。え、あ、階段も登れる。これって敵ってここ強いんだから、ちょっと真面目にやって。あ、ちょっとアイテム拾う。なんだっけこれ。あ、それからさ、苔玉、苔玉。聞きたいことが、あ、俺も聞きたいことなんだけど、そのあのなんか亡霊みたいなやつ何なの。いや、ほんとあれ、俺は解決しなかったんだよね、結局。俺も全く解決しないです。あのね、追いかけたらここら辺まで来るね、こうやって。そうで、ここの扉に入りか、扉じゃないか。入りかけたり、うん、ここまで来て、ふって消えるから、うん、絶対なんかあるだろうと思って、ここ散々丸ボタンなり、切りチェックやったよね。うんうんうん、やったやった。なんもねっけ。そう、あ、来た来た、ほら。なんもねっけ。え、今見えてる今。あ、今見えてる。ここに俺重なってる今で、ここぶつかって、こそこ行くとこないですよ。だからもうこれ過去の記憶的なものなんだろうな、これさ。あ、王子、え、兄王子、知らない。もしくはあの踊り子。あ、今分断できてるからちょっと早く。このエリアは俺の剣有効だよこれ。おお、そうね。あれ、こうモヤモヤかかってる。本当だ、なんでだ。開く、こちらからは開かない。ここ行けた、上からだっけ。うん、あれなんか行けたような行けてないような。あ、本当。これ右から来るよね。あ、右にもいる。 どうする、うん、じゃあまず正面先に。正面、正面、正面気づいた。うん、あー、モヤモヤしちゃった。いやー、こいつも人間性マンなんだな、今思えば。はい、ちょっと早く。ああ、もう横気づいてるじゃん。あらま、ああ、これ最悪。じゃあそれぞれ一人ずつ倒そう。よやべえ、ええ、え、え、俺死ぬよ、俺死ぬよ。ちょっと待って、待てー。あ、死ぬ、あ、死ぬ、死ぬ、死ぬって。凍傷なる。凍傷。なんか酔いこいて縦受けしてたらガンガン削られたわ。絶え間なく。剣有効なんだから、もうちょっとこう有効に使おうよ。指示中を打つ。指示中。どう思いますかこれ。誰と会話してるの。いやいやいや、誰と話してんの。これな、これよ、これ。あら、そう、あれ、そこのこの影さ入ればこう消えるんだよこれ。どこの影。そこの中、月の明かりの影にこう入ると、あれ、 あれこっち側、あれ。こっち、え、え、今ここにすり寄ってるけど、え、このパターン見たことないな。俺もこれあんまない、ない。え、これなんかバグってない？これなんか。結局、あれかな？別にルートとか位置関係なく、浮遊してるだけってことかな？いやー、この先のあの、火炎魔法マンズリーやな、あれな。あれはね、だいぶ苦労したよ、俺も。なんぼ影さえ行っても、この、追従してくるからな。そうそうそう。これがだもして、また、馬鹿力だからな。うん。まあ、当たらなきゃっていう話だけど、うん、当たったらすごく痛い。痛いよね。ああ、もう気づいたかな。うん、
まああいつはバクスター聞くかな、聞いたような。いや3人引き連れてんな、ちょっと分断したいな、ちょっと。あーやばい、これ来るんだよな、これやばい。どこに来る、動いてないとね、もう足元に来ちゃうから、これ。あー、火炎放射。あー、これ厄介だな、これ。あー、火炎放射、はいはい。よしよし、釣った。だいぶこの人はほら、苦労したから。釣った。やり方もそれなりに。そういう感じですな。それは無理だ。まあ2人行っちゃったもんな、そっちに。2人交戦中にどんどんやられたらもう何ともできない。確かに。あれ、ここのここの夜空ってこんなちょっと若干雑な感じでしたっけ。ええ綺麗じゃねえか。どこ見て言ってる上ほんと上、カメラ真上っていうか一番上までした時の星空がなんかなんだろうな。プロによる弊害ではないだろうか。プロ何か、うん、プレステ4プロ。あ、そういうこと。俺の方は、俺の個人的な感想で言えば、まあ綺麗だなっていう。あ、そう。なんかすげえ荒い感じがする。逆にこう、なんとかごまかしてたところがプロにより鮮明に。ちょっとそういうさ、フロムディスリコメントするから使えないじゃん、動画カットだわ。いや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 。カットせざるを得ない。都合悪いやつカットっていうのは、いかがなものだろう。お前がそうやって、あっ、なんかあんなモヤモヤエフェクトかかってたっけ。ちょっと今お前に引っかかってバックできなかったんですけど。人です。ああ、みんな出てきた。ほらバックスターすればいいんだよこれな。もうでもあれ、ほれーほれーほれー、大がけら。立てやろうはこういうことよ。はい、どうしよう、回復しとこっか。死んだら藤丸に何言われるかわかんねえから死んだら。はい、ということでさあ2回目のなるほどな勉強になるな全部カットよ。全カット。わかる？全カット。あーすごい。ちょっと分断して分断。分断。熱い。まだ残ってた。分断。分断ちょっとうまくいかないから。ああ、なるほどね。あ、ここ危ない。影にいてもほら火出てくるのすごい。だなや。あっちの階段まで逃げても来るからな。そう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 。嘘くさいよな。あぶね。あ、じゃあ残り残り火残り火。あ。あ。これは。これはちょっと引かざるを得ないな。ちょっとあっちに行って、まあ、まず頑張ろっか。どっから来るんだろうか。わからん。いやーこれ向こうに行かれたらだいぶ厄介ですよ。まあ行くだろうな。行くだろうな。あ、そしてこのアイテム取ってないっていう。あれ？この辺に現れるかな。お、ここにね原因がとどまってるって。へえ、なんかマルチだとやっぱ挙動変になっちゃうのかな。そういうことかね。これ隠れてんじゃない。違う、おらんな。ってことはもっと先に現れたのかな。
どうだろうな。それかも隠れてて俺らがこっち来た隙にもうあっち行かれてるとか。うん、可能性はあるね。てて参ったな。後ろにはいないような。うっ、いた、そこ、なんかね、そこの影にいる多分。めっちゃやられた。そこのね、そこのこの階段登った、うん、そこにほらか、ほらほら、そこ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 、あーあ、いるいる。あ、逃げて、やっべ、逃げて、やっべ、やっべ、逃げて、やっべ、おい、やっべ、や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 べ、よし、やれやらない。いやー、打ち合わないか。あー、死んだか。早くサイン出して、早く出して。同じ声に出す。いやー、ブンブンですな。ブンブン丸だな。はよ出して。お、まだまだ死んだ。ロード画面、お、出した。うー、担当でこう切り合いに負けるとなるとな、ちょっと悔しいな。全然見えないサイン。ああ、やっと出たけど、これ拾えねえわ。こんな取れない、取れ絶対。ああ、もうあ、まだ死ぬわこれ。お、間に合った。いやー、これ拾えないなー。うん、うっ、あー、キャンセルしちゃった。なんだよ、最初 OK かよ。あー、数秒間上に立つだけで召喚とかでもいいかもね。やっちゃった。なんだよ、呼べたはずだったのにな。残念。くそー。来た。よた。時間差でもう一匹。一人ずつ相手に。あ、来る。いや、早来いや。あ、俺左手なんで立て、いやー、びっくりした。あれ、カモン、あー、気づいたか。かなめんなこら、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 よし、なめんなこら、なめんなこら、オッケー。わあ、雪の踏んだ音がしない。はい、グール君。おわ、上から。これはね、引き上げるかな。で、ダッシュで上に登って、はい、ぶっ、なめんなこら、なめんなこら、なめんなこら、
舐めんなこら、舐めんなこら。させん。ふぅ。あの二人も嫌なんだよね。フラフラ来て。じゃあ個別に。あ、じゃあ。舐めんなこら、舐めんなこら、舐めんなこら、舐めんなこら。ブル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 。トカゲー。なら。あら。ああ。オッケー。光る。いや、俺ちょっと鱗欲しいんだけど、全くここ最近ご無沙汰で。全あ。え。うん。うわあ。あの下におばちゃんいるでしょ。本当だ。あれ俺行ったよな、そこ。窓もあったよ。あのね、ここ隠しがあって、そのおばちゃんとこは隠しを開けないといけないんですわ。あ、じゃあ行きまーす。あい、うん、あれ、ここここ切ってみて。あー、知りません。はいはい